日本では一時期の人気がなくなってしまった F1 ですが、全盛期はものすごく人気があったみたいですね。日本人ドライバーでは中島悟さん、鈴木あぐりさん、片山右京さん、佐藤拓磨さん、小林可夢さんらが活躍していた時は盛り上がりましたよね。今ではいませんけどね。世界中でレースを繰り広げる F1 グランプリにはこれまでに多くの日本の技術、資金が投入されてきました。F1 はご存知の通り、非常にお金のかかるスポーツで、何をするにも多額の資金が必要となりますよね。こんにちは、ミントです。今回は、これまでどのような日本企業が F1 に関わってきたのか、その一部をご紹介しますね。中には、今考えると、ものすごいことをしていた企業もあるんですよ。まず、今年2018年には、4年連続コンストラクターズチャンピオンのメルセデスには、日本のブレーキメーカーのエンドレス、エプソンがスポンサーをしています。トロロッソにはカシオ、エンジン供給ではホンダ。2017年にホンダとの提携を解消したマクラーレンには、アケボノブレーキ、円形、ケーンウッド、カルソニック完成、NTT コミュニケーションズがサポートをしているんですよ。また、バブルの時には、夕刊フジや東京中日スポーツはメディアとしてスポンサーをしていました。そして、話題となったのが、週刊少年ジャンプで、当時、マクラーレンのフロントノーズ先端の小さなロゴを入れ、それだけで1億円のスポンサー料だったのです。販売部数は実際増えたのかな？しかし、バブルの時はもっとすごいことをしていた企業があるんです。1990年、日本の運送会社フットワークが当時のアローズのメインスポンサーとなり、その後、正式にチームを買収しました。1991年からは日本のチームとして F1 に参戦していたんですよ。しかし、この年は数々の問題を抱え、ノーポイントでシーズンを終えました。1992年には、ドライバーに鈴木あぐりさんを迎え、エンジンも日本の無限ホンダを搭載しました。未経でアルボレートが奮闘しましたが、入賞目前の7位が6回と、あと一歩、ポイントには及びませんでした。1993年には、マクラーレンからアクティブサスを購入するなど大幅に戦闘力は増したが、この年もポイント獲得には至りませんでした。1994年にはジャンニ・モルビデリとクリスチャン・フィッティパルディを起用。1995年には日本人ドライバーの井上貴千穂を起用するもノーポイントは続きます。この年から本社フットワークの業績不振による資金不足に見舞われ、翌1996年序盤にチームを売却することになりました。そしてもう一チーム。1987年、イギリスの名門マーチと提携し、レイトンハウスマーチレーシングが F1 に参戦しました。これは日本でオフィスビルやゴルフ場など幅広く展開していた不動産会社、マルショー興産のチームなのです。マルショー興産はそれまで、日本国内で子会社、メーベル商会として、スポンサー活動をしていました。その後、女子社員の提案により、ネーミングが、レイトンハウスとなり、社名も変更されました。1987年の F1 参戦初年度のドライバーは、イワン・カペリ一人のみでした。レイトンハウスは前年の全日本 F2 選手権でもイワン・カペリを起用しており、チームと同時に F1 にステップアップしたのです。この年、いきなりモナコグランプリで入賞するなど、順調なスタートを切ったのです。1988年にはジャットエンジンを搭載したマーチ881を投入。ドライバーも、マウシリオ・グージェルミンを加え、二大体制となり、一時は、
トップ争いを繰り広げるほどマシンの戦闘力は高かったのです。その後1989年にチームを買収し、翌年からは正式にレイトンハウスとなりました。勢いに乗るレイトンハウスは、当時マクラーレンのスポンサーだったヒューゴボスを400億円で買収。なんとチームを持ちながらマクラーレンのスポンサーにもなったのです。そしてなんと空力のスペシャリストエイドリアン・ニューウェイがレイトンハウス創設当時からマシンを開発していたのです。マシンは非常に美しいレイトンブルーで、 F1 ファンの中では今でもよく覚えている方もいるでしょうね。その後1991年にはバブルが崩壊、レイトンハウスの赤木社長の不正融資も発覚し、逮捕されたことで深刻な資金難に陥り、結果的にチームを手放すことになりました。このようにバブルの時には日本のチームが2チームも F1 に参戦していたのです。今考えるとすごいことですよね。エイドリアン・ニューウェイまで関わっていたのがすごいですよね。いかがでしたか？他にも多くの日本企業が F1 チームのスポンサーをしています。しかしスポンサー料、世界的な注目度を考えると、今後他のカテゴリーに移るかもしれませんね。それでは次回のクレアの衝撃をお楽しみに。おやすみんと。